はい、どうもこんにちは。今回ですけども、高校生春の高記録をまとめということで、春からね、5000メートル13分でかね、連発したりとか、まあ、留学生の選手以下にもね、日本選手でもね、複数に出てきたりとか、まぁ、あ、3000メートル障害とか、1500メートルとかね、そういったところでもね、高記録が出ていっていますので、今回ですね、まぁ、あ、14分ね、1桁だったり13分台のところの選手を中心にですね、まぁ、あ、14分10秒台とか、3000メートル障害1500メートルのね、高記録についても喋っていこうかなというところで、まず5000メートルからね、話していこうと思うんです。 まずね、留学生勢で言うとですね、ムワンギ選手、広告高校13分34秒20ということで、日体大記6回出してきまして、カヒガ選手ですね、稲駅伝では驚異的な走り5区、1位区間で、まあ、区間2のですね、 カマウス選手には30秒近く、まあ、23秒ですかね。まあ差をつけているというところで非常にいいですね。まあ素晴らしさしましたけども、13分50の自己記録を出してきております。そしてですね、日本選手ですけど佐々木選手ですね、絆記録会ですね。まあ青山学院がね、多く出ていたりとか、まあ創価の選手とかも出ていますけれども、13分55秒85ということで、13分で入ってきましたね。 まあ、あの、高校駅伝のね、埼玉県の駅伝とか力あるところを見せていましたし、まあ、稲駅伝はね、ちょっと1区23位でしたけれども、もともとね、まあ、注目されていた選手だったのかなというところで、まあ、うまくね、こう、大学生のね、学勢にね、ついていったりとかっていうところでね、いい形でね、シーズンインというか、4月入ってきたのかなということで、13分台、フィニッシュと。 いうことです。で、青森山田の新流学生カルリー選手が13分56ということで、で、あと、日本選手と玉目選手、飯田選手がですね、まあ、5000メートルでは13分57ということで、 ね、自己シーンで13分台2人ね、泉中を入ってきましたね。まあ、この2人はですね、稲井記念でもですね、飯田選手が1区区間賞だったり、玉井選手4区区間賞ということでね、まあ、区間賞ね、2人取っていたので、力あるところはね、もちろん、まあ、あの、知っていたとは思うんですが、まさかのね、春から13分台ということで、玉井選手はね、金ナ記念でもね、あんまりね、気象コンディション良くない中ね、14分20で優勝もしてましたし、ま、あ力あるところはもちろんね、本当ね、 1回も言って申し訳ないですけど、分かってありましたが、13分台すごいですね。まあ、レース展開としてはですね、日、まあ、体大記録会の最終組17組ですね、5000メートル。まあ、後半まではですね、結構中盤から前の方に行って、で最後の方、あれですね、まあ、外国籍の選手だったりとか、東海大のね、 えっと、花岡選手ですね、13分40秒台出した選手ですけども、まあ、その集団がですね、ちょっと前に出ていって、まあ、集団が分かれかけた時に、積極的にね、その前の方のね、早い集団にこうついていこうというところで、最後食らいついていたんですよね。ただやっぱね、本当の最後のとこがちょっと離れてしまっ で、まあちょっとそこはね、まあなかなか悔しかったかもしれませんけども、まあ、13分台ということでね、ガッツポーズもしてましたし、素晴らしいなと思います。で、飯田選手もですね、その1個前の国ですね、日体大記録会16組に出場しまして、まあ、飯田選手はね、前半からまあ2000メートルのところまでね、戦闘、まあ、実業団とか、大学生とかいる中、戦闘引っ張っていて、まあ、その後もね、まあ、前の方で進めていて、しっかり13分台ということで、素晴らしいね、内容だったのかなと思いますね。 ま、泉地をね、近年、着々と力をつけていっていて、13分台、13分台ということで、初13分台ですかね、多分、泉地用では。いあ素晴らしいな、というところです。 で、田中選手もですね、よかったですね。日記録会出てまして、まあ、後半のところですね、ラスト800切ってからですね、まあ、ちょっとペース上げていって、本当にね、あの、上級生というか、大学生とか、まあ、そういった選手を抑えての組トップということで、14分9秒32ということで、まあ、この間も世田谷記録会ではね、3000メートル2点走ってましたし、まあ、注目かなと。ちょっと飛んでしまいますが、同じ山梨県でいうと、内堀選手もですね、まあ、去年から、まあ、都道府県に出たりとか、まあ、10キロのところのね、 内容素晴らしい、10キロのね、タイム素晴らしかったりとかっていうところですね。まあ、29分台ね、走ってきていたり、まあ1年生の頃からもうね、高1の頃から1万メートルではね、29分台だったりとかっていうところでね、まあ力を見せてまして、まあ、山梨といえばね、山梨学院高校がね、やっぱ全国高校駅伝では常連ですけれども、まあ、冬吹きの田中選手だったりとか、駒の内堀選手もですね、非常に注目かなというところです。そしてですね、高1、 ね、この間まで中学生でしたけれども、マシコ・ヨータ選手がですね、5000メートルで14分10秒ということで、高一歴代13位を出してきました。素晴らしいですね。まあ、この時期14分10というのはね、なかなかね、考えられないというか素晴らしすぎるというか、まあ春、春、はいえー、冬とかね、秋とかにね、14分1桁とか、もう最近は高校1年生でもね、13分でもね、ちらほら、ムーショウカ選手とかね、出してましたけれども、 まあ、この時期で、ついこの間もね、中学生でしたからね、ちょっととんでもないな、というところですよね。はい。でまあ、この後どうですかね。まあ、高一歴代最高の吉岡選手の13分50はね、なかなかレベル高いかもしれませんが、まあ、3000メートルで8分11持ってますしね、届け劇でも区間賞なので、これは、まあ、注目かな、というところです。 そして、鹿島のね、鹿島学園の浅野選手もですね、14分14秒ということで、まあ、い駅でのね、2区で7位ということで、田中選手とね、同じ5000メートルの日体大記録からの組で走ってて、まあ、最後のところ、ちょっとね、終盤のところでは、先頭出る場面もあったんですけども、少しですね、田中選手のスパートにはね、ついていけずということでしたが、まあ、いい内容だったんじゃないかなというところです。で、あとは、時期がずれちゃうんですが、えっ、ー、と、 川原選手ですね、が、10、えっと、3月の日体大記録会では、5000ト14分35ということで、自己記録をね、出してきました。都道府県駅伝ではですね、あの、5区8.5キロですよね。あの、まあ、高校生の最長区間で、まあ、大エースたちがね、集結しましたよね。吉岡選手とか、南坂選手とか、前田和馬選手とか、まあ、松井海人選手もそうですし、工藤新作選手もいましたけども、まあ、そこのね、まあ、怪物たちに混じってというか、同じ区間で走っていく区間、な位ということで、 ま、この選手もですね、まあ、あの、広島の選手なので、ま、広島と言ったら、バセラ高校ということでね、なかなかね、全国高校駅伝って言うと言ったね、壁はあるかもしれませんけども、先ほどね、山梨もそうですが、ま、全国高校駅伝の常連じゃないところの選手も注目かなと。茨城もね、水上強いですけれども、こういったね、選手なところもね、注目ですかね。はい。 で、広告のカマウス選手、先ほど話しましたけども、5区、いけんは5区2位でした。で、生田目選手、名前選手もですね、5000メートルのところで14分19、14分20ということで自己記録を出してきましたね。生田目選手はね、ない連ではね、3区1桁順位ということで、今後楽しみな選手かなというとこです。で、大島選手ですね、もう、あの、栃木の佐野日大高校の選手ですけども、14分22ということで自己記録を出してきましたね。はい。まあ、他にもですね、ずらっとね、 14分30秒台の選手を中心にね、まあいたりするんですけれども、今回はですね、ここで一旦切ろうかなというところです。春先からね、ここまで13分台が出るとはというところ、ちょっと,、ねびびえっとびっくりしておりますで。他のちょっとね、記録のところも見ていこうかなということで。はい。3000メートル障害ですね、に関しては、 まず、長原聡馬選手がですね、3勝ではね、8分50秒62ということで、北新越ね、高校記録を出してきましたね。まあ、長野県のね、春季の記録会のところ、大会のところ出してきて、まあ、5000メートルもね、前の日に走って14分41で走ってきて、まあ、そこからのですね、3勝8分50ということなんで、いやー、やっぱさすがですよね。 まあ、U20 の日本選手権クローカンで優勝してて、まあ、いない記念ではね、体調不良で危険というか、試合出れませんでしたけれども、まあ、やっぱ健在かなと、思います。で、まあ、このタイムね、長原選手一強かと思いきや、長原選手でもね、自己記録が早い選手がね、辻本王子選手ということで、まあ、もうすでに8分49秒を持っている高校2年生でですね、東海高校記録をね、更新してきまして、まあ、この間のね、静岡県の西部選手権ですよね、まあ、あの、 ここの大会ですね。まあ、競技場的にもですね。まあ、毎年のコンディション的にも、まあ、風ですよね。風が強かったりして、そんなにね、いい記録が出るような感じのとこじゃないんですよね。まあ、そこで8分52独走大会記録8分52ということで、いや。 強いかなと思いますね。まあ、1500もね、春先3月末に3分47で走っていて、まあ、スピードですね。どちらかといえばね、1500とか、あのー、まあ、5000よりというよりかは1500 3照の選手かなというところで、ま、長原選手はね、まあ、5000以上の距離10キロもね、走れるんですけども、ちょっと対照的な感じなんじゃないかなというところで、ま、参照での激突は非常に楽しみですかね。で、あと3000メートルで言うと、青木選手がですね、群馬県高校記録をね、戦い記録会で出してきまして、8分6秒97と、 いうことで、北村選手ですかね、今、早稲田の選手の記録を抜いたんじゃないかなと思いまして、はい、素晴らしいですね。まあ、この選手もね、800戦後とか、中距離が強い選手ですけれども、まあ、今年はね、稲垣連でも距離伸ばしてきたりとか、まあ、5キロのね、5000のタイムも13分では持っているというところなので、まあ、注目かなと思います。で、あとは吉倉雅部選手がですね、早稲田実業、東京都の選手権ですね、あの、実業団選手や、 まあ、大学生の選手も出たりするんですが、そこに勝ってですね東京選手権優勝しております。まあ、この選手、去年ですかね、あのちょっとね右側の方に行くんですが、去年の高校総体ですね、ちょっとケインターハイではですね、 東京都のね、インターハイでは、戦後5戦優勝してるんですよね、大会記録で。あの、東京都去年ですね、国学院久我山の鈴木光太郎選手とか、田中潤選手がいたりとか、まあ、かなりね、メンバー揃ってたんですよね。まあ、前の年に13分で出したりとかっていうね、強力な選手揃っている中、どっちもね、抑えてというか、戦後も5戦もね、勝ちまして。 優勝ということだったので、いやー、なかなかね、力ある選手なんですよ。ちょっとね、まあその後のインターハイ予選のところで全国高校、全国高校総体のところではね、まあちょっと見られなかったということではあるんですが、今年はね、インターハイの決勝とかでもね、見られるんじゃないかなということで、楽しみにしていきましょう。で、1500ではですね、まあ春先の日体大,大記録会でですね、まあ、マシコ風キ選手の方がですね、3年生の あの、1503分47ということです。うん、ま、この選手800でインターハイ出てる選手ですかね。で、まあ、稲城県でもね、6区で3番入ってきているということで、まあ、中距離ね、中心からね、徐々に距離も伸ばしてくるんじゃないかなと予想してますので、まあ、こんなスピードを活かしてですね、まあ、楽しみになるのかなと。はい。で、仙台区の温泉選手もですね、3分48ということで、稲城県ではですね、4区9.1キロ、最長区間で、ね、34位ということで、ちょっとね、そのところは、まあ、 不本意だったと予想はしてるんですけれども、まあ5000メートルも14分、10分持ってて、まあ、原崎からは自己記録ということなので、インターハイ路線ではですね、まあ活躍してほしいなと。同じく学校しかは、強いですね。はい。3分48秒地球の斉藤選手もいますということで、まあ、学校しかはですね、今年というか、えっと、今の大学1年生ですね、去年の高校3年生の世代ではですね、あの、山崎選手だったり、 とかですね、大見田選手だったりとかって13分台の、ね、中心の選手がいて、まあ、ちょっとね、まああと鬼塚選手とか行ったりとか、まあ、注目の選手というかね、主力メンバーがちょっとね、抜けていって心配ではあったんですけども、まあ、着々とね、まあ上がってきてるんじゃないかなというところで楽しみにしていきましょう。まぁ、あ、ルキもね、強いですしね、はい。で、あとは、ま1500つながりで言うと、 ま、記録は高記録じゃないんですけれども、まあ、あの、高校1年生にして3分46秒を持っている、インターハイに入賞している鈴木瑠衣選手がですね、まあ、4月は多分ね、まあ、これおそらく練習の一環で出てるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、指導はしてまして、5000メートル2本と1000学1本ということで、まあ、今年ね、インターハイ路線でどれぐらいのタイムを出してくるかというところ、 まあ、インターハイの決勝どうですかね優勝するんじゃないですかねちょっとね、私は優勝予想をしてるんですけれども、1500出てくるかなと思ってまして、まあ、5000どうですかね ?1500 のダブル路線で来るのか、15001本なのかというところは、まあちょっと気になるところだと思うんですけども、15001、まあ、本で来るんじゃないかなちょっと予想はしております。で、ちょっとね、関東勢が中心でしたけれども、渡辺選手ですね、洛南高校のね、 あの、ルーキーですね、が、800メートル高一歴代9位ということで、まあね、全中チャンピオンではあるんですけれども、早速ですね、春から高記録を出してきて、高一歴代9位の記録ですよね。で、先輩の川口選手もね、1分52ということで、まあいで、大会記録で出してきました。まあ、あの、特に高校2年生、1年生ですよね。まあ、鈴木瑠衣選手の世代が川口選手や浜口大和選手だったりとか、 シガー・アの落合選手ですね。まあ、中距離黄金世代なんですよね。で、そこにプラスして、今のね、高校1年生の世代も中距離やばいっすからね。あの、前もね、紹介しましたけども、学校シカに入った、クイムラ選手とかもそうですし、まあ、さっきのね、マシコ選手もそうですし、まカ、あ、ン、 サイではですね、ニーズマ選手だったりとかいたりっていうことなんで、非常にですね、まあ、記録というところではありますよね。はい。なのでですね、中距離勢もね、ぜひぜひ注目して、注目していきたいなというところです。ちょっとね、今あと、ちょっと今話してて気づいたんですけれども、金繰りのね、5000メートルでもですね、まあ、あの、かなり、川原選手、無田選手というところで、2位、3位に入っていきたいと。ちょっとここから巻きで行くんですけれども、 ま、この二人はですね、あの、都道県域で走っていて、特に河原選手はね、1区で3番に入ってきて、ま、注目がね、かなり高まっている選手ですし、武田選手もね、当時1年生でね、5区8.5キロ走ってきているので、ま、この二人長崎県勢とね、注目かなと思います。ちょっとね、飛ばしますが、 兵庫リレー会話のところですね。では、降りた選手ですね。13分で持って降りた選手。稲田駅で二2区区間賞区間新記録のね、まあ、スマガ学イの選手ですけども、兵庫リレー会ではね、まあ、独走でというか、 ま、一人でね、ほんと先頭を走っているっていうところで、14分19分で出してきていて、まあ、圧巻のね、勝利だったのかなというところですかね。まあ、今年ね、稲田駅伝でね、優勝して乗りに乗ってる妻学園ではあるんで、ま、ぜひぜひですね、まあ、インターイ路線もですね、まあ、兵庫県は、まあ、ま、菅学園、西脇工業、法徳というところでね、ま、競合校揃ってますから、まあ、県大会から大注目かなというところですね。ちょっと他の選手ね、時間ないので喋りきないんですけども、まあ、西脇の上田選手だったりとか、ひかず ヒカ谷選手だったりとか、自己記録ね、出してきていて、ま、ニーズマ選手は9 1ですね、ここ。ニーズマ選手もですね、ま、1年生ですね <laughs>。ま、さっきの14分10を見た後だとね、ま、霞んでしまうかもしれませんが、春先から14分30切ってくるっていうところもね、相当すごいんで、ま、このね、高1世代もね、ほんと黄金世代なんで、高1高2のね、この黄金、黄金のね、 この世代。で、高3もですね、長浦選手を中心にですね、着々と13分で増えてきているんで、まあ、高校長距離も激アツかなというふうに思っております。ざっくりですね、ずらっとね、喋ってきてしまったんで、また買いつまみではあったんですが、まあ、この後はですね、小田記念ですね、4月の末の小田記念でですね、まあ、西日本を中心にですね、また高校生トップランナー揃ってきますので、ここもね、あの、注目していけばなというふうに思います。ではですね、また次回でお会いしましょう。